はい、今日はツインリンクにやってまいりました。バスもね、来て小学生の遠足が多いですけどね、はい、今のところ1、2、3、4、5、6、6、7、8、9、9台止まってます。はい、私ツインリンクモテギ来るの初めてなんで、まあ、楽しみ方探しながら行っていきたいと思います。ね、このバスは N2 駐車場というところに止めましたけど、ここから中央エントランス目指して歩いていきますが、約10分ぐらいあるかなと思います。はい、初めて来たんで知らなかったんですが、なんか迷路みたいなのとかジップラインがあったりとか、カート乗れたりとか、サーキットだけじゃなくてね、遊園地感覚で遊べる感じになってます。チーズフォンデュバーガーだそうです。チーズチーズチーズ未体験チーズバーガー1200円。迫力2分の1ポンド1500円、ドリンクセット1750円、ランチメニュー、ハンバーガーハンバーガーハンバーガー、あ、やりそうだね。でもお店は、ああ、ちょっと女子向きだな。あれ、飲食店ここしかない、もしかして。フードコートあっち、こっちにフードコートありそうだな。たこ焼きとかそんなんだよ、カレー屋さん、ケバブ屋さん、メガホンポって書いたけど、何がメガなんだか分かんないよね。サンドイッチ屋さん、あ、ここはパスタ、ソーセージ、クレープ、スタミナ丼、ここは何屋さんだか分かんないな。ビップトラレスあ、ラーメン、うどん、そば、メイン屋さん、あとポテト屋さん。何これ、甘いポテトがあるのかね、これ。ああ、なんだろう、チーズ、明太、これチョコレートに見えるよな。ソースじゃないっすよね、多分。そんなポテトがあるそうです。そばラーメン、あー、どうなんだろう、600円700円取られそうだな。はい、お昼はハンバーガーをいただくことにしました。チーズフォンデュバーガーです。はい、スタンドを入ってきました。がね、モータースポーツの聖地聖地かどうかわかんないですけど、ツインリンクモテギのサーキットのコースでございます。
コースと西コースと東コース3パターン使えて、青いコースはぐるっと回るの一つみたいですね。反対側の方にも、まあ、いろんな飲食店というか、テキ屋というか1,2,3,4,5,6,7,8 ここもあるのかな、9,10,11,12 ブースぐらいありますが、まあ、レースがないのでね、どこも空きそうにはありません。400円するんですけど、ああでもこれあれなんじゃない、向こうと1階2階で1400円なんじゃない。メガジップライン日本最大級、往復561m、 森からサーキットへの大空へ空中散歩1400円、はいジップライン見えるかな。見えないかな。ここの塔から ここまでと、ここスタートの着したら、といってここまで往復できるそうです。何どこだ、ここからここまで往復ですね。はい、別のブースっていうか広場というかモビパークというエリアに来ました。森の教習所、これはちょっとゆっくりな電気の車かな、とバリバリのエンジンのカートに乗りたいなと思いますが、本格ドリフトできるらしい。マジでスルスルやるやる。あ、本当だ、書いてあった、本格ドリフト。最高にかっこいいドリフトするのは誰だあ、これ勝手にドリフトするんですか。いやしないだろう。あのスリックカートって昔あってやったことあるけど、もうあれはダメ、もうツルツルでくる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 スピンしちゃう。あ、バイクだね、これ。うん。あ、ゆっくりバイクだね。あ、向こうにある。あ、向こうの一番広いところ。
2種類あるのかな。ブレーキの準備をして、あ、600円だって。600円だったら、やろうか。向こうにもパーカー、あ、本当だ。ドリフト S ドリームカート2種類あるみたいですね。いやー、20キロしか出ないのか。あら、ドリームカートってのは遅いんだ。あ、これはこっちは上級者っぽいな。受付チーム。いくらするんですか。1000ぐらいでできるんですよね。600円。お、あ、でも35。これか、1500円。こっち何なんだ。チャレンジカート、レーシングカート体験走行する。あ、こっちだろうな。1500円なんだろうな。1500円ですか。こっちもあるよ、これ速いやつ。いや、レーシングカート2600円しますけど、実は50キロです。レーシングカート B ライセンス以上をお持ちの方。ああ、 B ライセンス持ってないからダメですよ。これで取れんじゃなかったっけ。出ないのかな。ちょっと聞いてみましょう。はい、制白書書いて今からタイムアタックやってみたいと思います。レーシングカート体験走行一般1500円というやつでやってみたいと思います。はい、結果発表。あれ、こんな感じでした。1周52秒が一番早かったんですけど、このタイム初めての思ったらどんな感じなんですかって言ったら、まあまあかなと、遅くはないですよって言われました。でね、ついでに B ライセンス、もらってきました。